セネトをしているネフェルタリエジプトの女王ネフェルタリの墓に描かれたエアメンホテップ3世の墓から出土したセネトブルックリン美術館ニューヨーク市セネトは紀元前3500年頃の王朝誕生前のエジプトに存在して確認されている最古の古代エジプトのボードゲームである正式なエジプト名は SNTNTHB で通貨ゲームの位 これまで発掘されたあらゆる古代のボードゲームの中で、最も古い遺物がセネトであり、おそらく世界最古のそれである。王朝誕生以前のエジプトとエジプト第一王朝の両方の墓で発見されている。また、マークナーやエジプト第三王朝のヘジー、RA、ラッシュップスの墓の絵の中にもセネトが描かれている。エジプト新王国の時代には、セネトは死者の旅のためのゴフになった。 ゲームにおける運の要素とエジプト人の決定論への信頼がその理由で成功したプレイヤーは国の神殿の偉大な神々、ラー、等としばしばオシリスらによって守られると信じられていた。そのため、来世までの危険な旅のために、セネトは大抵、墓の中で他の実用品と共に置かれ、ゲームは死者の書の第十七章で言及された。ゲームはレバンと キプロス、クレタにも広がったが、宗教的な意味は弱まった。セネトのゲーム版には30個の四角のマス目があり、10行が3列、ある。二揃いのコマを使う。セネトは二人のプレイヤーによるレースゲームである。コマの移動は投げ棒やしばしば指関節の骨を放ることによって決定された。実際のルールは歴史学者による学識に基づく推定が行われたが、 まだ議論の的になっている。ティモシー・ケンダルと R.C. ベルの二人のセネト歴史学者はそれぞれ異なるゲームのルールを提案した。これらのルールはセネトのゲームを販売する別々の会社に採用された。ありがとうございます。